皆さんこんにちは。松尾的ゲーム脳研究所、略して松研の松尾さんです。前回はねプロローグって感じでね、今回からいよいよ本編っていう感じだと思うので、早速続きからやっていきたいと思います。誰も覚えていないことは存在しないことになるのだろうか。私には小さい頃の記憶がない。私がいた島のこと、住んでいた家のこと、そして父のことも。私たちが神隠しにあった以前のことは何も思い出せない。一緒に見つかった4人もあの時のことは覚えていない。かすかに思い出せるのは一つの旋律。音楽とともによみがえる記憶のかけら。この記憶はあれが老月と2人の友達が死んだ。神隠しにあったうちの2人。まどかは美咲と島に行くと私に告げ、戻ってない。あの島へは近寄らないでルカ。お母さん、知らない方がいいことがあるの。でも私は確かめたい。あの時何があったのか、そして失った記憶の先に何があるのか。おお、この子を操作するのね。加藤窓があるね。受付むつき。屋内に鳥居。あ、屏風があるね。前回ちょうどね屏風とついたての話したからね盤面には時刻ではなく月齢が書かれている。月の満ち欠けを知るためのものなのだろうか。月齢って要するに月が地球を一周するのにかかる時間なんだ。おお、びっくりした。女の子が5人いたよね。一番右の子だけ服の色がついていて、あれがこの子なのかな。ルカちゃんだっけ。老月島のポスター。観光に力を入れてたんですかね。受付カウンターの上にペン立てや呼び鈴が置いてある。表面のメッキは剥がれ、今はもう鳴ることもない。古い蓄音機が置いてある。盤面はすっかり埃をかぶり、針も錆びてなくなっているようだ。おう、麻生記念室だ。あ、そういえば説明書を見て知ったんだけど、美咲ちゃんの名字って麻生で、麻生博士の子孫らしいですよ。前回途中ではぐれちゃった子ね。一瞬だけ喋ってた声がね、沢城さんっぽかったからね、まだなんかあるんだと思いますよ、登場が。もう一回私の言う通りにしてればいいの。まどかもあんな風になりたいの。これはツタかな。いいですね、クトゥルっぽくて。中庭とか鍵とかでもツタのモチーフあったよね。お、セーブだ。やったね。アルバム。お、アイテムの交換ができる。早速セーブしいとこ。さっきね、アルバムって聞いて僕がなんで失笑したかわかります？ね、普通のゲームだったら女の子の可愛いポーズとかを、撮ったりするわけじゃないですか。ニードフォースピードとかだったら愛車だったりとかね。鍵がかかっている。ね、このシリーズで撮る写真なんてほぼ 100% 心霊写真なわけですよ。そんなもんアルバムに集めてどないすんねん。ええ加減にせよほんまっていうね。この鉄格子は見覚えありますね。なっちゃんのとこだね。廊下が格子扉で仕切られている。扉の隙間にメモが挟まれている。手帳の切れ端に何か書いてある。まどかの字のようだ。老月灯の影が見え始めてから胸が苦しい。あの島にいた頃のことは何も覚えていないけど、こんなに息苦しくなるなんて。美咲が言うように、あの島には何かあるのかもしれない。突然ローゲス島に行くという美咲についてきたのは、美咲のことが心配だったから。美咲は怖いくらい迷いなく島に向かっている。島に行く理由も話してくれない。島が近づいてきた。美咲は冷たい目で島を見つめている。目を離すとどんどん離れていきそうで、マリエとトモエ、そして美咲までいなくなったら。これは扉は固く閉ざされている。鍵のようなものはついていない。どこかで操作して開くのだろうか。まどかっていうのは前回操作した女の子ですね。なんか美咲ちゃんよりあの子の方がやばそうだよね。助からないタイプというか。ね、なんか導かれる系の子は結構最後まで助かったりするんだよね。老月神楽、島の風景を写したポスターのようだが、色あせていて細部はよくわからない。オープニングであったお祭りみたいなやつかな。これは霊月って書いてあるのかな。受付は確か六月だったよね。受付六月。六月は旧暦の1月で、霊月は2月のことですね。ということは、この館はフロアが12個あるという可能性が高いですね。バイオハザードとかだとね、ここから出ようとするとね、犬がね、来ますけどね、わー言うてね。一応言っときますけど、迷ってるわけではないですからね。さっきまどかちゃんが導いてくれてましたからね。ほらね。これで大体位置関係はつかめたよね。このフロアの多分一番奥がさっきの食堂の看板のとことつながるわけでしょ。うん、食事時間がどうとかって書いてあったもんね。お、開いた。まあそうだよね。そんな何回も鍵取りに行ったらなっちゃん怒っちゃうよね。何なのあんたたちって。はあ、はよ拾えよ。落ちていた手帳の埃が払われている。最近誰かが触れたのだろうか。古くは黄泉に近い島として恐れられていた老月島だが、今は以前とは違い、老月群島の人間以外は立ち入れぬような閉鎖的な場所ではなくなったようだ。かつて島が滅びかけるような大きな災厄があったが、そこから復興したことがきっかけだという。私のようなまれびとを嫌うどころか、老月神楽といった貴重な文化や螺鈿細工や老月彫りなどの島の工芸品の美しさを紹介してくれるのではと、むしろ長には歓迎されているようだ。この島に遮影器の材料を探しに来ようと考えたのは、この島の特殊な信仰のためだ。老月島では月を信仰の対象にしている。この島では表面に見える姿形を太陽とすれば、月は内面、つまり記憶や人格、ひいては魂を表している。魂は肉体が滅びた後も異界とつながっていると考えられており、月は異界への扉のように考えられているのだ。月は異界の象徴のようなものなのだろう。その死者の魂が帰ってくる神楽があるのだが、その要になるのがこの島の面だ。儀式の際に巫女がつける面は、死者のいる異界、つまり月と我々の世界を結ぶ接点になっていると思われる。異界につながる仮面、この島の面は一種類ではない。さまざまな種類の面があるという。面を調べることで、私の異界研究は大きく前進するだろう。はあ、古いカメラのようだ。手帳にあった遮影器だろうか。カメラの下にメモが挟まれていた。まどかの字のようだ。これから老月間。島に着いてからめまいがひどくなってきた。空気が動いてない。息が苦しい。ここの匂い。今までも匂いとか音楽をきっかけに忘れていたことを思い出すことがあった。ルカが作った曲を聴かせてもらった時とか、思い出すと言ってもはっきりじゃない、感触とか痛みとか、とにかく言葉にできないようなぼんやりとしたもの。でも今回は違う。大きくて黒い塊が体の奥から上がってくる。いつか私の頭の中に突き出してきそうで、せめてルカが来るまで待てばよかった。フィラメント。画面上部中央にある表示は霊フィラメントといい、霊的な存在にいる方向を光って示します。怨霊と浮遊霊に対しては赤く、その他霊的な存在に対しては青く光ります。アイテムフィラメント。画面右下部にある表示は、アイテムフィラメントといい、アイテムや調べる対象が前方にあるとき青く光ります。おう、早速アイテムフィラメントが反応してますね。皆さん分かっていると思いますが、僕の警戒度はさっきからマックスです前回まんまとやられましたからねこれはとうとう手に入れてしまったか。これを手に入れたということは、すなわちまあ幽霊と戦う。ちょっと待てよはあ、来るなら来やがれってんだ麻生博士の来館を報じる古い新聞記事のようだ。この部屋が作られた時のものだろうか。本土の科学者麻生国彦氏、老月島を来訪す。これは民俗学にも造詣の深い博士が我が島の伝承や伝統工芸の調査を希望され実現したものである。なお明日には島に伝わる祭事老月神楽を見学される予定とのこと。これを機に多くの来訪者が本土より訪れることを切に願う。なお麻生氏が滞在する老月館では、氏が宿泊した部屋を今後資料室として開放するとのことである。すごい歓待ぶりですね逆に怖いよね、東京の偉い先生さ来たんだけどっつってまあ観光に力入れたかったんですね、やっぱね。島民謎の死。新聞記事の切り抜きのようだ。失踪事件のことが書かれている。老月島で集団開始事件。昨日午後4時半ごろ、老月島に着工した定期船おぼろ丸の船長から同島の島民が多数死亡しているとの通報があった。発見時、遺体は一様に手で顔を覆うような状態であったことから、警察では疫病の集団感染も懸念される。残る島民はいずこへ。また残る島民も島の中に姿が見えず、生存者は未だ発見されていない。警察では遺体回収と同時にこれからも島民の捜索を続ける予定である。島民の多くが死亡あるいは行方不明となる事態にもかかわらず、争った後や事故が発生した形跡もなく、島民だけが忽然と姿を消したかのような光景に、駆けつけた警官らも首をひねっている。ああ、きな臭くなってきたね。披露宴今ちょっと琴峰綺麗みたいじゃなかった生まれつつあるもう一つの聖杯、答えは近い。やがてキラキラ夢の中綺麗おったらカメラいらんやろ青い霊力のかけら。青い霊力のかけらを集めると射撃の基本性能を強化することができますと。はいはい、カメラ強化ね。ああ、全然かけら足りてないね最大値。蓄積できる除霊能力の最大値を増加しますと。なるほどね。感度。除霊能力が蓄積される速度を速くします。ああ、多分これを優先して上げていくべきだね。うん。チャージがフィルムの装填速度ね。はいはい、なるほどね。まあ、当分は気にしないで良さそうかな。最大ダメージアップさせる必要があるほど強い例とか多分まだ出ないだろうし、ちゃんと当てればノックバックしてるからね。装填時間とかも当面気にしなくていいんじゃないかな。まあ、てなるとやっぱすぐにチャージできる感度を優先してあげるのが最善かなと思うんだけどね。ただまあそのためにはね、石を15個も集めなきゃいけないみたいだからまあ当面は大丈夫かな。あ、すいません普段ね MMO とかハクスラとかやってると、まあ、こういうビルド考察とかに結構熱が入っちゃうよねヒント撮影。ステージ上に現れるもや状のものに向かって撮影すると写真に何かが映り込みます。映り込んだものは物語を進める重要な手がかりとなります。いや、ダメだよねここだね。今まで見たことない場所だね。さっ、来んのか？ボタンを押しながらだとわずかに早く動かせるね。まあいっか。開けるなよ、アホか。だよ、なっちゃんじゃん俺とやろうってのかい。うえおら狭いな、ここ。た来た。君がコスプレしたいって言ったんじゃないか。あ、可愛いからつい引きつける前に撮ってしまった確かここに人形あったよね。うん、あったあった。ブスだなこれさ、なんでさ、頑張って見つけたのにさ、いちいち怖い感じにされるんだろうねちょっと納得いかないよねそういや前回この辺が怪しいと思ったんだよね。なんもなしか。中庭は行けない。いやいや、この移動の仕方はあかん。怖すぎる。結構まだいけないところあるよね。出たいや、シリーズやってたおかげで思わず体が反応したけどああやってね、どこかにパッと出た例をね、時間内に撮影すると得点になるんですよ。まあ、それをね、コンプするやり込み要素っていうか、まあ、楽しみもあったりしてね。今回は実況配信だし、まあね、初見だから面白いっていうのもあると思うから、なるべく狙っていきつつ、まあ、コンプは諦める方向かな。まあでもね、結構、シリーズいっぱい写真撮ってきたんでね、まあ、そこそこは自信ありますけどね。あ、開いた。ドキドキ。カウンターの奥は厨房になっているようだ。メニューらしきものが書かれている。まあ、ほとんど読めないと。いやいや、めっちゃ怪我してるやん。調理場で何があったんや。ピアノの上に手帳の切れ端が置いてある。まどかが書いたもののようだ。それぞれのページの空白を埋めても暗号みたいにはならなそうだね。重ね合わせたら別の言葉が浮かび上がるとかさ。ああ、もう絶対やると思った。古いグランドピアノが置いてある。演奏会などが開かれていたのだろうか。白鍵盤に使われている象牙質が変色してしまっている。長い間使われた形跡はない。おう、強化レンズだ。強化レンズ。射影機に強化レンズを装備することにより、霊に対して様々な効果を与えることができます。うん、メニューから選択できると。霊視が溜まっていれば C ボタンで装備している強化レンズを使用することができます。また十字ボタンの上下で強化レンズを切り替えることができます。なるほどね。早速取り付けてみましょうか。除霊能力の高い特殊撮影を行うことができます。効果証拠。お、ちゃんと左下にゲージが追加されてるね。ん？あっぶねえ。鍵を忘れた看護婦。なっちゃうんですかね。ちょっとよく見えないけど。見つけた。オッケー。石造りの大きな暖炉がある。暖炉の中には薪はなく、長年使われていないようだ。アイテムを持っている状態で体力がなくなると自動的に完全回復します。いいね。映写機がある。リール式のフィルムがあれば見ることができそうだ。いやいやいやあっても絶対見たくない絶対ろくなもんじゃない小さな鍵に彫刻が施された木の札がつけられている。ああ、階段の下の鍵かかってたとこだね。鍵の下に何かが印刷された木のプレートが敷かれている。玄関ホール2階大扉開放の手引き。1、玄関大階段下にある倉庫の操作盤のスイッチを入れる。2、大扉開放の数字は合わせて13。3、管理室に許可を取らずに操作をしないこと。ほう。ああ、さっきのなっちゃんはこの鍵取りに戻ってたのか。お茶目だな。いいね。霊石ゲット。難易度ノーマルだから結構回復落ちるよね。そんなに使うつもりないんだけどなこれか。壁に面がかけられている。写り込んだ写真に似ている。ちょうだい。早いギリギリ1000ポイントももらったいや正直今のはかなりのファインプレーなんじゃないかな。うん、次同じことやれって言われたら多分できないもんね。いや初見であれはなかなかきついよね。うん、壊れた棚が散らばり廊下を塞いでいる。ん、待てよ。あった危ない危ないはい、オッケー。え、ああ危ねえっていうか映ってないしああ疲れるな声って書いてあるね。目安箱みたいな感じかな。みんなの声みたいな。新聞記事。最後の生存者死亡。集団失踪事件の最後の生存者死亡。本日午前10時、ローゲス島で発生した集団行方不明の生存者として発見され、病院に入院していた少女が死亡したとの発表があった。衰弱死。こういうところにさ、ストーリーとかとは全然関係ないのに、唐突に何の根拠もなく人の顔とかあったらめちゃくちゃ怖いよね。最悪だよね。やめとこう。怖い怖い。このモードで霊が出てくるならまだ耐えられるんだけど、このファインダー覗いてる時になんて出てきたら、まあ、ちょっとやばいよね。ね。僕そんなにホラーゲームで怖がらないタイプなんですよね、正直。なんだけど、喋りながらやってるとね、なんて言うんだろう、こう、警戒心が解かれちゃって、すごいびっくりするんだよね、ドーンって出てくると。喋ってるとね、ワンテンポ遅れちゃうんだよね、反応が。来るぞっていうのがね、忘れちゃうんだよね。お、つながったね。これあれだもんね。スタート地点の受付だもんね、これね。こっちだよ。おお。慌てて取ると今度は失敗する系か。侮れんな。ふっ。ちょっと飲み物。コーヒーかな。うん、コーヒー入れよう。ただいま。多分ここだよね、由美子の鍵。あ、夏畑さんのことね。なんか由美子っぽさあるよね。夏畑由美子みたいな。うわ、なんだこれ。あれミイラ調べたつもりだったのに。なんだっけ ?13 だっけ？いつもね、配信見てくれてる人はご存知の方も結構いると思うんだけど、まっちゃんはね、こういうのがめっぽう強いんだよね。42168の和が21で、8が3になり、5マイナスで16、6が0になり、6マイナスで10。あっ。ちょっと違いますからね。なんか松尾さんやったなみたいな感じになってるけどさ、そういう空気にちょっとねなっちゃったけど、これたまたまですからね、これは。ああ、参ったな、うん。結構あるんですよね、こういうことがね。センスがありすぎて。新聞記事の切り抜きのようだ。捜査から2週間経った今も、島民たちの行方は依然不明となっている。ローゲス島で発生した集団失踪事件は、捜査の糸口さえつかめぬまま、打ち切りとなる恐れが出てきた。島民たちの死因は未だ不明。疫病の集団感染ではないことは判明したが、死因の特定はできていない。いずれも手で顔を覆っており、表情がこめこめである。ああ、カール・スモーキーかな、犯人は。いやいや。あなた、動けないですよね。しばきいますよ。トルソーのようなものだろうか。シルエットは人の形のように見える。よう言うわ。あんだけ動かしといて。あと、トルソーに頭部はないからね。古ぼけた家具などが積み上げられている。お人形さんいないのかな？ありそうなのに。出たよ。僕はね、休みの日にかかってくる電話がこの世で一番嫌いなんですよ。お休みのところ申し訳ありません。嘘つけ。申し訳ない思ってたらかけてくるかボケ。腹立つわ。パンフレットを拾った。老月神楽は老月島で10年に一度行われる我が島最大の祭事です。祭りの見どころは月はみ堂にて行われる老月神楽。器と呼ばれる巫女と奏と呼ばれる少女の演奏者たちが神秘的な神楽の舞を演じます。島外からのお客様におかれましても、ぜひこれを機に老月島を訪れていただき、悠久の歴史に触れてください。この辺で反応してるんだけどな。あったあった。14式フィルムを拾った。除霊効果の高いフィルムを使って霊を撮影すると、より多くのダメージを与えることができます。十字ボタンの左右でフィルムの切り替えができる。ああ、10枚しかないのか。左右でフィルム切り替え。ちょっとやりづらいな。Wii リモコンってさ、握り込むから結構左右やりにくいんだよね。ヌンチャクの方はいいんだけど。あ、そうだ。交換見てみようか。これだけ。困った時用か。ルカちゃんのナース服5万ポイントとかだったらね、もう全力で霊しばきに行くんですけどね。お違うナースさん作った。よし。あ、これは難易度低めですね。この辺かな。うんあったあったおお、良さそうなの出た。赤い霊力のかけらを集めると射撃の強化レンズを強化することができます。ほうほう、強化できるね。まあやっとくか。まだ使ったことないからね、本当は好みのやり方じゃないんですけどね、効果計測する前にあれこれやっちゃうのって。こっちの部屋多分もう何もないと思うんだけどね。まあ一応寄っておきますか。回復アイテムほんと多いなお人形さんはなしと。うん。行こう行こう。はははは、どこへ行こうというのかね。老月間のさまよえる霊どもよ、君たちはラピュタ王の前にいるのだよ。掲示板に数枚の紙が貼られている。文字がにじんでいて、書いている内容は私といえどもわからない。大丈夫か、まどかちゃん。かゆい、うまいみたいになっとるぞ扉は固く閉ざされている。ドアノブが腐り落ちていて開けられそうにない。こっち。おお、超反応いいね。ペホマスイゲット。何なんだよこのアングル腹立つわさまざまなものが部屋中に散らかっている。どこから集めてきたのだろうか。落書きだらけの日記帳が置いてある。4月6日雨。今日も僕のものを見つけた。今度は食堂にあったお面だった。みんな僕を黙って持っていく。僕を持っていっちゃダメなのに。また取り返さないと。今日見つけたお面はベッドの下にちゃんと隠した。今度はもう取られない。取ったらついていく。明らか拾ったら出てくるやんそんなもん人形の部品や絵、楽器などいろいろなものが乱雑に積み上げられている。いやー、絶対聞きたくないんですけどこれは月遊病でいいのかな。テープ回りました。どうですか、気分の方は。分かりません。気がつくと廊下にいて、月が見えて、月を見ると少し落ち着くんです。いつからですか。前の祭りの後からです。祭りが終わってもまだあの感覚が続いているような。それはどういう？どんどん自分が溶けてなくなって、何か忘れてはならないことがあったのに、何かを忘れたことも思い出せなくなっているような気がするんです。そうか。まずこの薬を。安心してください。必ず解放に向かいます。あの音楽は何です。あの音楽を聴くたびにまた、やめてください。やめて。わかりました。あなたには特別な治療をしましょう。最悪すぎるああ、そうそう、人形があったんだよね。あれ？これはあの不細工な人形ではない。そんなことある？こんな風にモヤモヤしてる時に急にバーンって出てきたら多分悲鳴あげちゃうよね。本当にこれ違うのか。紛らわしきこと山のごとくやな。かけらか。10個か。ここまで一本道で、まあ、多分見落としとかなくちょうど10個ってことは、まあ戦闘前に強化しとけよってことなんだろうけど、いや絶対感度から上げた方がいい気がするな。こしたらラグナロクオンラインの時代からスキルベルでやっとんねんくそー、この人形、このような暴挙が許されていいのか。ふう。拾うか。拾うか来たな小僧、このラピュタ王が引導をくれてやる。私の前にひざまずきたまえ。